人がやってきました。皆様こんにちは。こんにちは。一番身近なメルセデス知ってる世田谷チャンネルです。今日はメルセデスベンツ横須賀から中古車セールスの上野とお送りしていきます。上野でございます。よろしくお願いいたします。久しぶりです。お久しぶりです。2023年最後のシテルン世田谷チャンネルというところでちょっと振り返りたいんですけど、今年は何といっても阪神タイガースの1年といっても過言ではないと思うんですよ。流行語大賞受賞なので、本日は阪神タイガース2023ベストプレー集をご覧いただきたいと思います。 VTR ちょっと待った、ちょっと待ってください。はい、今日のテーマ、はい、発表します。メルセデスの駐車支援どこまでできるか検証スペシャル。イエーイ。ぶれない最後なので、はい、張り切っていきましょう。張り切っていきましょう。じゃあよし。今回はメルセデスベンツの人気モデル GLC でアクティブパーキングアシストを検証いたします。日常で遭遇しやすいシチュエーションでメルセデスの駐車支援が安全に作動使用できるのかを検証していきます。まずは両隣に車が止まっていて白線付きの駐車場から試していきましょう。お願いします。お願いします。お願いします。まずは P とカメラのマークのボタンを押します。はい、するとカメラ表示になりますので、この画面上部のパーキングアシスト、このボタンを押していただきます。するとこの画面になりますので、はい、この画面の状態で駐車したいスペースの前をゆっくり全身で通り過ぎていきます。はい、お、通り過ぎたぐらいで。そうですね。するとこの画面になりますので、はい、一度停止してもう一度 P とカメラのボタンを押します。ここからは案内が出てきますので、アクセルペダルを踏みます。おお、始まりました。もう、そうですね、ブレーキもステアリングは持ってしまうと止まってしまいます。はい、危険な時に備えて、はい、ステアリングの近くに手を置くこと、そしてブレーキペダルに足を置いておくことを心がけてください。はい、おお、慎重に安全にやってくれますね。やってくれますんで。センサーとカメラでこれは全部認識してるんでしたっけ？そうですね。おお、まっすぐまっすぐ止めてくれました。ました。おお、完了です。完了です。ありがとうございます。ありがとうございます。次に人が飛び出してきたとき、どのようになるのか検証していきましょう。そしたら始めていきましょうか。はい、お願いします。ここを押して、はい、ここを押すんですね。はい。はい。行きましょう。ショッピングモールとかだとそういう場合あるかもしれないですからね。そうですね。うん、結構狭い駐車場でもあるかもしれないので、はい、どうやって対処してくれるのか、しっかり止まってくれるのか。止めないと事故になりますからね。そうですね、本当に危ないです。一旦まず切り返すんですね。そうですね。確認して前に進んだり後ろに行くので、うん、安全だと思います。ちょっと待ってくれるだろうと。で、人がやってきました。出てきた。うわ、ぶつからずに、ぶつからずちゃんと止まりましたね。止まりました。再発進はもう一度アクセルを踏んでいた、あ、進んでいきます。ちゃんと駐車を置いてくれると。はい。おお、安全に駐車完了です。はい、じゃあ人がもし出てきた場合でも、はい、ちゃんと止まって安全に駐車ができます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次に前と後ろに車がある縦列駐車のシチュエーションで試していきましょう。それでは縦列駐車、はい、お願いします。今日はずっと並列でしたけど、縦列もできるんですね。そうですね。通り過ぎて、おー、出てきた。出てきました。出てきました。縦列の方が結構難しそうですね。難しそうですね。
結構狭い駐車場なんですけれども、はい、しっかりと駐車できるのでしょうか。一発？そうそうそう。おお。ちゃんと調節して、そうですね、前後の感覚の微調整が微調整入ります。終わりました。完了です。おお、まっすぐ。まっすぐですね。すごい。終わりました。これが縦列駐車でございます。いかがでしたでしょうか。本機能はあくまでも運転支援機能ですので、目視で周囲をしっかり確認した上で使用してください。わからないことがあるお客様は上野さんまで質問してみてください。ご連絡お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画がこちら。それではまた来年の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。メリークリスマス&良いお年を。